声ここだからマイク、だから普通に喋ってくれたら入るから、うん、はい、皆さんこんにちは、ワトツです。今日は2018年の12月の15日、13時11分です。よろしくお願いします。のりこ呼び出しました。お疲れ様です。見えてるかな。見えてる。はいはいはい。二窓です。あ、二窓ってやつだね。二窓ってやつ最近やる人少ないよね。二窓とかね、ツーウィンドウって言って二つの画面を出すっていう、三松さんの時にやったじゃんこれ。こうすることによって見やすくなるんですよ、画面が。リスナーさんの見やすいでしょ。のんちゃんが2人いるみたい。のんちゃん1人だよ。カメラの調整だけやろうか。映像構成、ホワイトバランスを、原因はこれでいいか。明るさ、コントラスト、色の強さ。ホワイトバランスどこだ。ホワイトバランスこれくらいかな。情報、ライトサウンド、自動フォーカスを切る。これで OK かな。これで OK かな。見えてる ?OK? みんな OK? これのりこの BGM だから、のりこ用の BGM。 みんなのんちゃん挨拶して。ケピー、はい、乾杯。のんちゃん絵描くよ。のんちゃんもう家でダラダラしすぎ。寝てるだけでしょ。のんちゃんレジンやりたい。レジンやりたいの、うん、レジンやりたいの、うん、レジンどこで売ってる。100均。液体のレジンでしょ、うん、でっかいの作ろうよ。一発目はでっかいやつ。小さいのを作ってってから、うん、大きいのを作るんだよ。じゃあやっぱ俺はスケールのでかい男だから、そのこまごましたもん作りたくないのよ。こまごましたもんをスケールをドーンっていきたいわけよ。わかる。タバコ吸って。タバコ吸っていいよ。はい、こんばんは。こっちの方が見やすい、うん、コメント、うん、俺はこっち見ればいいか。お金のことは考えなくていいから、俺が全部投資するから。さっきリスナーさんも投げてくれたから、うんうん、アクセが作りたいわけじゃないの、のりこは。アクセサリーとかそういうのはいいんでしょ、うん、アートがやりたいんでしょ、うん、のりこはアートがやりたいんだって。トランプありがとう。アイテムありがとう。のりこの画面ちょっとアップすぎるから引くね、うん、これくらいかな。これくらいで OK? バランス取れてるかな。なんて言えばいいの、あれは。レジンと木で作るアート。木が必要でしょ、うん、あれ作るんなら、うん、東急ハンズ行こうよ、うん、サイズこれくらいだよね多分ね。お互いバランスいいのね。液体のレジンがないダメでしょ。あと型でしょ、うん、じゃあ木を買いに行くのを東急ハンズで。レジンの材料は分かるの。東急ハンズ。世界堂は行かない。あとノコギリとか、うん、ノ
コギリと、ノコギリあんのか、電動ノコギリあるか。じゃあこの枠が終わったら行くよ、のりこ。うん、のんちゃんお風呂何日入ってないの？わかんない。お風呂入ってないでしょ。うん、うん、ダメだよ、お風呂入んないと。うん、お腹は空いた？うん、ご飯食べてないの？じゃあアーティストのりこの覚醒だから、パラダイムシフト。まだのりこ今到着したんだよ。のりこは今家に着いた。もうさ、スーっていうの癖になってるからやめな、それフーっていうの、うん、発射ないよ。いや、のりこのペースだったらずっと寝てるからダメだよ。見た？ダメだよ。のりこのペースに付き合ってたらずっと寝てるから。うん。癖になっちゃってんの。っていうの。嫌でしょ？音的に。もうダメだよ。癖になってる。木を買うのと、どれくらいの大きさを作りたいの？タワーこれくらいの、うん、オッケー。あとグルーガンが必要なんじゃないの、うん、どうしよう。いいよ、全部買ってあげるから俺が、うん、だからそれやめなさいっつって、癖になってるから。これくらいの大きさのアートを作ります。これくらいの大きさな。もっとでっかいの作ればいいの。じゃあここ半年ぐらいで癖になっちゃったんだよ。よし、買いに行くか。色は？アクリルの色は？アクリル樹脂の青。青、オッケー。赤がいい？え、赤がいい？いいよ、青でも、うん、のんちゃんが作りたい色でいいよ、うん、前はそうじゃなかったのに癖になっちゃったんだよね。じゃあなんで俺がこの音嫌かっていうと、のりこが怒ってる時の音なの。これが癖になってんの、うん、のりこ怒ってるって鼻息荒くなるの。これが癖になっちゃったの。だから俺からすると不快な音なの。いや大丈夫大丈夫大丈夫。絵は嫌なの？なんで嫌なの？道具がいっぱい必要だから。いいよ、あの描きたいんだったら。お金のこと気にしなくていいよ、全部買ってあげる。え、映画の資金全部つぎ込んでやるよまたこじるから。いい、必要な機材がないと作れないから。アクリルの方がやりたい。 OK、 みーたんうるさい、どっか行け。邪魔、お前、お前邪魔、どっか行け、お前邪魔。今お前何にも分かってないのに口出すな、消えろ。
今お前のコメント必要ない。お前みたいなのがいるからこうなってんだから。のりこのこと分かってないのに分かったふりは良くないよ。いいんだよ、金はまたこじればいいんだよ。金はこじればいいんだよ。試作品を作りたい、最初に借金で。いいの、いいの。アクリルの液体売ってる？百均で。売ってんの？レジン。木が売ってないじゃん。木売ってない？木売ってないでしょ。東急ハンズ行こう。うん、いやもう金なんて使うもんなんだから。金で悩むほどくだらないものはないよ。金で悩むほどくだらないものはないんだ。金なんか使うためにあるんだから。だろ？そう。また稼げばいいんだから。やりたいことやるのに金がハードルになってるっていうのはクソくだらないから。それは俺の考え方だし生き方だから。金なんてもう後からどうにでもすればいいんだ。稼げばいいんだから。そんな金のこと考えてやりたいことできないとかもうくだらない、一番くだらないことだよ。そうだろう。あじゃねえよ。のりこだって同じだ。偽のりこ、偽のりこ。のりこの偽物じゃないのこれ。男性だから違う。男性なのにのりこなの。そう、金は必要な人のところに回り込んでいくもんだから。トランプありがとう、トランプありがとう。しゃあ、じゃあのんちゃんが気に入る木と、木を買うことと、うん、レジンの液体、うん、あれなんていうのか分かるの、うん、レジンの液体。ありがとう、のんちゃんの夢の第一歩ありがとう。ハート花火3個ありがとう。ありがとうございます。あ、スンドリスナーののりこさんなんだ。そうなんだ、失礼しました、うん、のんちゃん髪の毛染めたのだってよ。うん、黒髪のイメージがついてるんだ、最近出てないから、うん、あとはレジン買って、あと枠を作らないといけないんじゃないの、うん、枠、うん、枠とグルーガンが必要なんじゃないの。グルーガンも買おうかな。グルーガンいくらぐらい。分かんない。検索してみせようか。のりこの作りたいものなんて検索したらいいの。レジン機。まあ作りたいものを作ってもらいたいんだけど、ね、どれ？これ？あの2番目の下の方。これ？これ？のりこが作りたいって言ったらアートはこれ。いや、鮫島さんのペンダントと同じクオリティじゃないからやめて。100円、300円でグルーガン買える。ありがとう、教えてくれて。このレジンは UV レジン。
UV レジンはだって機材が必要でしょ。一応持ってる。ん？一応持ってる。持ってんの飲んじゃん、うん、でも小さいのしか持ってない、うん、小さいこんぐらいのなら作れる。こんなん作ってもアートじゃないよ。でっかくいこうぜ、うんうん、ヤスリも買わない。ヤスリはいっぱいあるか、うん、あ完成形見せた方がいいか、うん、こういうやつ、これの大きいやつ、これの大きいやつを作りたい、のりこ。こういうやつね、うん、泡入っちゃってんじゃん。これは失敗だよ。これ失敗だよね。こういうのを作りたいんだって、のりこは。アートだよ、こういうやつ。綺麗だよね。何にで、何も、ど、これじゃん、これじゃないの、綺麗だよね。ああ、ドルさんお疲れっす。綺麗でしょ。こういうその木とレジンのアートで、そうウッドレジンって言うんだ。なんか作り方があって、のりこはこれをやりたいんだって。テーブルとかスケボーとか何でも作れんの。あ、これくらいじゃん大きさ、うん、いやペンダントじゃないんだって。俺もそういうのが作りたいのって聞いたら違うって言うの。ただ この状態を作りたいの多分のりこは。こういうことでしょ、うん、これを作りたいんでしょ、うん、そう、テーブルにでも何でもできるよ。だからテーブルにしてる人とかもいるのよ。魔法の杖作らない？俺杖欲しいんだけど、杖作ってよ。杖、うん、ダメ？作れない。作れるよ、杖作ってよ。俺ステッキ欲しかったから、うん、ヤスリは大丈夫だよ。あの X さんがプロ用のあのあれ持ってるから、あのヤスリバフとか全部持ってる。 X さんに協力してもらう。だこういうのをパーツにいろんなものを作れるの。だから腕はブレスレット作る人もいれば、ペンダントトップにする人もいれば、指輪にする人もいれば、いろんなものを作ってんのみんな。だでっかいの机とか作ってる人もいるよね。綺麗でしょ。だこれが作りたいんでしょ、のりこ。うん、こういうやつでしょ、うん、ねえ、やろうやろう、今からやろう。これ外人さんが多いんだよね、作ってるの。こういう本当は液材を買ってこういう風に混ぜるのよ、グラム測って。これ商業はのりこが作りたいの、うん、これくらいの大きさでしょ、うんうん、木のさ、あのやあのニスとかもやんないとダメじゃないの、うんだ。これをライトにしてる人とかもいるんだよね、うん、こういう風に机のテーブルとかにしてる人もいんの。いいよねこれね。だから気に入ってる木とそのなんだろう、型とレジンか、うん、肩にこうやって流し込むんだよね。シャレオツだよね。これ家とかにあったりさ、しかもアクリルだから、あのなんつうの、光らせることもできるのよ、ライトアップで。で最終的にはこういう風になるの、バフで磨き上げて、うん、レジンだって。アイワード2
そうするとこういうおしゃれな完成形あるかな。これは超大掛かりのでっかいやつだけど、のりかはもっと小ぶりなやつが作りたいんだって。そう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 、レジンってアクリルでしょ。硬化アクリルとは違うの、うん、違うのかな。はい、延長。延長、次枠は買い出しに行くから延長はしないよ。まあ、アイテムはください。うん。アイテムは欲しい。こういう風に木を並べるじゃん。枠を作って。で、そこの隙間にレジンを埋め込んでいくのね。で、完成するとこういう風になるっていう。で、最後磨き上げる。そうするとこうなるっていう。うん。こういう感じ。これでも色がないから面白くないね。トランプありがとう。よっしゃ、夢の第一歩だ。どれがいいかね。どんなを作ろうかね。型も自分で作らないといけないの。でもいろんな種類があってこれすごいいいよ。俺は指輪とか作ればって言ったんだけど、のりこはそういうのは作りたくないらしい。あんまり興味ないんだって。はいはい、ありがとう、ボカありがとう、しんちゃんママ。ありがとう。うん。作りたいイメージできてるのだってよ。あれでしょ、魔法のクリスタルみたいなのを作りたいんでしょ、うん、部屋の中にいっぱいあって、そういうのをいっぱい家に並べて、魔法の、あれでしょ ?FF7 のクリスタルの部屋みたいにしたいんでしょ、うん、違うの。最初は木の棒を折って、そこにこういう風に両側に木にして、うん、真ん中にレジンを入れる。今日じゃあそれ作ろうよ、うん、のんちゃんの夢のためにありがとう、うん、色鉛筆並べて固めたのとかなんだ、うん、いやこれおしゃれだよね、うん、そう、角材。しかも角材も割れてる古い角材とかがいいんだよね、流木とか。言ってた言ってた、ドトールさんさすがだね。そうそう、だからのりこの夢を実現化すんの。のりこの魔法のアイテムを作るんだ。よっしゃ行くか、じゃあよっしゃ行くか。まあ今から作るのはこれですね。今から作るのはこれです。じゃあのんちゃんメモ取って、買うもの、携帯でもいいから。いいのいいのよ、俺ら気持ちがつながってるから物いらないの、俺とのりこは。そう、寝る前によくこれを見てな、この動画を。じゃあ行くぞ。お、アグリお疲れ、うん、必要なもの書き出して、鉛筆向こうにあるから、上上、ギターの上、真正面真正面。セクちゃんありがとう。今から買い出しに行く。のりこの、のりこの魔法のアイテム作るから。うん。木材を2つ。1個でいいんだよ。なんで ?1 個の折るの。バキッて折るの、うん、いいよ。でも、一応ね、予備も必要だから、のんちゃん失敗するでしょ。うん、木。それから木でしょ。レジン。レジン。液体？うん。うん。レジン。それから枠のアクリル。だからね。え？プラ板で。プラ板。プラ板。グルーガン。
はい、こんにちは、くももん。セロテープ、セロテープ、セロテープで止めるの？あ、仮止めね、うん、グルーガン、ニス、ニス、それからニスの筆は？ニスの筆、ニスの筆。今から買い物行くよ。あとはちょっと待って、木でしょ、レジンでしょ、プラ板でグルーガンで作ってニス、ヤスリ、あとはノコギリ、ノコギリ、ノコギリはあるのね、うん、じゃあ行く。あとはちっちゃいノコギリ買うか。いいよ、買っても 手で切ろうか、うん、糸ノコ、まあいいや、それはノコギリって書いといて、うん、あとそのレジンの色、レジンと色、手袋とアセトン、アセトンって何？アセトンってそのレジンを溶かす、あの、うん、洗ったりする、アセトン、アセトンでもいらない、いらない、いや一応必要なもの全部買ってあげるよ、うん、じゃあ手袋、ゴム手袋、うん、よっしゃ、じゃあこれ買います。今日買うのはです、あと入れ物、このレジンを混ぜる時の、あー、バケツ、紙コップみたいな、オッケー、紙コップ、紙コップじゃなくて、あれはなんだろう、プラコップ、プラコップ、うん、よし、オッケー、うん、うん、じゃあ皆さん今から買うのはですね、これです、木ですね、レジンとカラー、プラ板、グルーガン、セロテープ、ニス、ニスの筆、ヤスリ、ノコギリ、手袋、プラコップ、 OK でしょうか。これでのりこの作品第1号を作りたいと思います、はい、じゃあ外配信に切り替えます。お疲れ様です、ありがとうございました。次は外配信です。